どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、ついに島付けと全面戦争。威風を起こす場所も概ね計画通りだったが思ってたより伸びなかったんだぜ。でもなんとか威風2発で基盤を作ることには成功したと思う。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は久留米城、制服事情の残党処理して終わったんだったな。そうそう、後で気づいたんだけど主力を騎乗させてなかったから大規模な配置替えを裏でできなかった。それじゃあこの後丸々カットだな。今回の作戦なんだけど、パッと見る感じこの先威風強発動してもあまり巻き込めそうなところがないんだよね。中国地方と同じで山ばっかりだな。だからここからは通常戦闘、複数同時攻撃で攻めていくことが多くなると思うの。確かに。だから AI もやっている分断を狙いながら城攻めをしていこうかな。まずは熊本城で威風強を起こせば岩尾城は巻き込んでくれると思うんだよね。山といえど領地も隣接してるしな。そうなればそこから阿形城を狙おうと思う。なるほど、それで船井館、岡城、臼杵城が孤立するのか。これが決まれば後方の軍団も使って城攻めを一気にできると思うんだよね。そして泉城も制圧が同時にできれば上側を分断することができる。人吉城も制圧しないと完全な分断ではないと思うがな。これで2箇所分断、ここまで来ればあとは本陣までゴリ押しで行ってもそこまで時間はかからないと思うんだよね。結局毎回作戦考えても最終的に納金になるのくさ。そしてもう一つ別の作戦も用意してるよ。また悪魔的発想しちゃったからね。お前毎日のように悪魔降臨させてるな。してその作戦とは、キープとほぼ同じなんだけど、相手の兵力を操ろうと思う。言ってることよくわからんのだが、こちらが城を攻めるときに防衛の AI は兵力が同じかそれ以上に調整してくるでしょ。まあそうだな。だから隣接した城をキープしまくって最高峰で蓄えた兵力を今のうちに吐き出させようとしてるのよね。なるほどな。疑似的に兵力不足にさせて後方から無理やり出陣させるのか。そうすれば熊本城で威風強発動できて領地奪えるついでに本陣兵力まで奪えちゃう一石二鳥なると思って。しかも利点は防御にも使えてるところだな。どういうこと？気づいてなかったのか。結局キープしてるってことは、こちらの城にも出陣できないから兵力が少なくなって攻められるリスク減らせてるんだよ。そうか、気づかないうちに矛盾発動してたのか。喋ってる間にカットしたけど、主力はとりあえず兵力の関係上引っ越しはなし。九州の基盤を熊本城攻めてる間に作れるようにとりあえずの城主を配置しようと思ってる。今はまだ攻められる可能性あるからとりあえず進軍始まるまでは配置してないんだぜ。よし、またこの主力たちで熊本城攻めていこうか。2ヶ月カット。結局島付けは攻めてこなかった。キープもだいぶ効いてるんだろうな。あとは敵部隊の集まりが悪かったら随時後方から兵力足していこうと思う。3部隊出陣で少し出てきたな。やはり後方を引っ張り出してくるのはまだまだ兵力が必要か。主力7部隊プラス後方の兵力かさ増し部隊のおかげでだいぶ敵部隊集まりつつあるな。ざっくり数えてみたら12部隊、このままいければ威風強発動できそうだよ。言ってるそばからいらんことし始めたな。臨場してすぐに領地確保に行かないの。勝てる時ならいいんだけどあからさまに武勇差あるのに行かれるのが一番困るよな。それで気づかず勝手に討ち死にされたことが何回あるやら。これはマジのブヤボあるあるだと思う。いつのも来たぞ。マジで開発地域全部流されるから勘弁してほしいんだけど。そしてしっかりと全部受け止めていくスタイル。災害回避の政策発令してるとはいえ絶対被害めっちゃ食らってるだろ。あ、熊さん出ていったな。しまった、下方渡すのすっかり忘れてた。そしてしっかりと被害出たな。思ったより少なくて助かった。それじゃあ主力も九州に上陸してるから一気に熊本城まで向かっていくよ。熊本城の戦い待ってる間にお茶係が仲間になったよ。毎回利休来てるよな。解禁症じゃないかと思うくらい。しれっと流したが兵力3倍以上あるぞ。まあ吉弘さんと豊久さんさえ気をつけたらあとはなんとかなるんじゃないかな。あとは兵力多くても能力差でなんとでもなりそうだからな。こっちも固有戦法持ち多いしね。一応うちの方の能力も見せていくよ。元地下の能力やっぱおかしいな。
高影さんも大概だけど、何よりも恐ろしいのがまだこれでも城主相性控えてこの能力だよ。何人かは城主にしてるしな。完全体は信長さんとの最終決戦の時かな。その時までみんな寿命持てばの話だな。コブマップでお互い持久戦だったからめっちゃ時間かかった。高レベル砲術もなくてでかい一撃もなかったしな。でも今回は兵力奪取を目標にしてたからそれに見合うだけの成果は得られたかな。一回の合戦で5万削ったのはでかいな。これで主力騎乗中も攻めてこれないだろうし周辺も攻めに転じれそうだよ。岩を城巻き込んでないような気がするんだけど。なんと逆に伸びて佐賀城巻き込んだみたいだな。なんでだよ。熊本城で佐賀城まで伸びるならもしかしたら阿賀田城、岩尾城経由で四国から熊本城で異風境発動した方が制圧早かったかもしれないね。臼杵城経由でも同じことできそうだな。学びだね。まだ兵糧余裕ありそうだからこのまま岩尾城狙っていくよ。ついでに周辺の城で伊万里城、大村城も狙えそうだな。そのために兵力削ったからね。ただ不安なのが戦闘用の城主がほぼ配置されてないこと。主力が戦ってる時に基盤作るようにとりあえずで配置しただけだしな。それでも兵力ない城は落とせる可能性あるから同時攻めしていくけどね。ついでに日の絵城が兵力まだあるから出陣封じるためにニート発動していくよ。これでおそらく本陣周辺からも防衛部隊は来なくなると思うんだぜ。結局佐賀城城主は軍団から雪長さん抜いて配置したよ。現状岩村城、大村城、伊万里城攻めてるところなんだぜ。三部隊、周辺巻き込めたから合戦で潰していくよ。さすがに余裕の勝利。秀家さんは兵力少ないから先に騎乗。敵本陣周辺から援軍が来てるな。マジか、これ防衛できるかな。多分兵力問題というより兵糧切れで防衛まではできない気がするな。佐賀城、柳川城は出陣させてないからとりあえず制圧後の岩尾城防衛に向かってもらおう。布陣を始めなさい。大村城兵糧ヤバい部隊がすでにいるな。これは中国地方から来た部隊だね。うん、これ制圧できなさそう。やはり兵力あっても戦える城主じゃないときつかったか。そう考えると伊万里城もきつそうだ。城主部隊と交戦中だな。兵力差あるから勝てはするだろうけど制圧までは無理だろうね。攻め落としてみせた。とりあえず岩尾城制圧。敵将を捕らえたわ。だんだん忠誠低くなってきてるな。威風三発発動してるしね。結果的に岩尾城は諦める。あの兵力は周辺の2部隊だけじゃどうにもならないだろうしな、はい、まして戦闘用じゃないしね。だから一度周辺部隊も騎乗して主力を九州に引っ越しさせようと思う。本陣もまた移動させるのか。いや、とりあえずは領内諸作に資金は使って一気に兵力底上げ。この先威風も通りづらいからあんまり本拠地部隊も必要じゃないからね。今の距離でも兵糧日数上げてるから到達くらいはできるしな。大規模引っ越し終了。主力は九州にほぼ全部隊引っ越したんだぜ。九州は中国地方の城と違って軍が多くて城主相性多い武将とは相性いいね。高影、元近がすごくなりそうだ。でもさすがにまだ兵力が少なすぎるからいくら主力とはいえすぐに戦闘はきつそうだ。少し成長待たないとダメそうだな。最後に兵力確認。完全に島付けに兵力勝ったな。それでもどの城主も通常戦闘は強いから気をつけねば。3分の1程度は制圧できたけどもう少し時間かかりそうだ。次回には織田家は完全に東側統一するな。島津家との戦いがどのくらい長引くかわからないけど、織田家主力が寿命で昇天してくれてたら少しは楽そうなんだけどね。それに島津家制圧後も数年は城開発ですぐには攻めないしな。ちょっと早いけど今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。